やばいデッキ見つけました。お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、ちょっとやばいデッキを、見つけちゃったっていうのでね、そちらを紹介していきたいと思います。で、今回はこちらでございます。ペッカロイジェです。ペッカロイジェで、このデッキをですね、とこちらゲームウィズ所属のプロゲーマーのシュンくんですね。シュンくんがこのペッカロイジェでもうここまでグローバル59ですけど、結構50、時間経ってるんでもう30位ぐらいかな。はい、ペッカロイジェで、グロ30位ぐらいまで行って、今はちょっとスケルトン編成になってるんですけど、なんでこれですね、こちらであそこまで行ってるんで、やばいですね。やばい。とりあえず勝てるのって思うんですけどね、これ。で、あれですね。ウルトラもウッドだけで、ウッドは別にレベル少しぐらい低くても、なんとかなるし、しかも、ウッドなかったらロリババとかでも代用できますし、そう、ノーマルとレア、ノーマル多め、で、スーパーレアがちょこっとっていうので、結構組みやすい編成だと思うんでね。で、今日はね、ちょっとさすがにこれでマルチは怖いんでね、僕は。なんで、これで、グラチャレですね。はい、行きたいと思います。で、基本的には、やっぱり受けから、攻めてもいいのかな。ロイジェイで攻めて、相手に防衛させたのを、逆にこっちがペッカで防衛して、またカウンターみたいなこともできますし、することないな、これ。後ろから、ロイジェイでいいかな。はいはいはい。で、ペッカを出さずに回せば、めちゃくちゃ回転も速くなって、結構ラバルしんどいんじゃねって思われるかもしれないんですけど、ペッカ出さずに他のユニットで回すと、ヤリゴブコウモリ、アウトローベビドラで、もう一枚なんかで回すとすると、全部対空なんですよ。だから、ラバに対しては、普通に強いのかなと思いますね。よいしょ。って感じで、もうここでロイジェイ回ってきてるんでね、ここでロイジェイで攻めて、防衛アウトローとかでもいいですし、後ろからまたアウトロー展開だったり、ペック展開でもいいですね。攻めていいですね。はい。で、これを、はい。アウトローで守ってあげれば、いいですね。使いやすい。ここ使いやすい。はいはいはい。で、これはもう相手の敵わかんないですね。わかんないんで。とりあえず、後半入ったら、後ろからペッカ展開組み立てて、スケラか。はいはいはい。ここはね、スケラに対しては、ファイボなんですけど、コウモリだったり、ヤリゴブだったり、ビードラがいるんでね、結構守れるかなと思います。ってところで、これですね。こっからが多分、めちゃくちゃ強い。後ろからペック組み立てて、相手のアイゴルはなんやねん。で、これもうペッカの後ろかなにロイジェイ多分つけてあげて、よいしょ。これもユニット出してあげて、で、これでもうロイジェイのターゲット、相手は取れないんでね。タワーが。これでもうぶっ刺さりますね。このスケラに対してウッといってあげて、よいしょ。これで、勝ちですね。やば。で、一個取ったら、ちょっと後ろすぎた。もう一個前でいいですね。ロイジェ出してあげると、このまま、勝ちですね。やば。なんか強い。これで6とかいってますからね。普通に、やばいですね。っていうので、本日は、こちら、シュンくんが使ってたデッキですね。よいしょ。グラチャレまだ序盤っていうのもあるんですけど、さあ、ヤリゴブとかは、結構立ち回りが意外と、ロイジェイとかペッカとかが手札にあったら、どうしたらいいってなるかもしれないんですけど、ヤリゴブとかウッドとかは、どんどん裂いていい気がしますね。やべ、これはベビドラ出して回してアウトローですね。
なんで、まあ、小物があるからこそカードを回しやすいっていうのがこのデッキのいいところかなと思いますね。相手ファイヤーボール打った、これあれですね、小屋デッキだ、ムートマジアチャホバリングの小屋デッキですね。僕知ってるんですよ、この小屋デッキ結構使ってたから。ペッカがめちゃくちゃしんどいんですよ。あー、これはまあコウモリで防衛ですね。で許容ですね。でもしっかり形作ってあげると、相手ザップないからやりゴブとかもしんどくて、これでロイジャイ出して勝ちですね。ベビドラ出したい。あー、これベビドラの方がいいっすね。よいしょ、いけ。これでロイジャイが小屋を壊す。さらに、あれ、ペッカが壊すか。おやおや、やば。この最近ね、ちょっと流行ってる声にもめちゃくちゃ強いみたいなことありますこれ。よいしょ、ほらよっと、はい、やば。でも勝ちましたね。これまた後ろからペッカで組み立てて、また後ろにロイジェイつけてあげれば、そのロイジェイが小屋も壊しますし、相手の処理してきたムートとか、あ、これは捨てます。ムートとか、まあ、ゴーストとかにもね、ペッカが処理してくれるんでいいかなと思います。でこれも後ろつけてあげれば、でコウモリないからベビドラ出す必要ないんですけど、よいしょ。でホバリングとか来たらファイアボール打てばいいかな。今ロリババ咲いたから後ろつけ足してあげて、あ、これファイアボール打たなくてもいいみたいなのがあるんですよね。よいしょ、やば。これだってロイジャイがほぼフルで残ってますからね。でこれ2周目ロイジャイ、あ、俺のコウモリが強い、優秀。はい、これで終わり。やば、これはやばい、これはやばい、いやマジでやばい。タワー落ちるのが早いな。でもこれグラチャレこれ使うと、まだなにこれ、なにこれアイデンデッキみたいな感じで、まだね、このデッキをが広まってないんでね、それ分かんないと思うんでね、結構無双できる気もしますが、流行ってほしくはないですね。さあ、セラスト、まあ、やりゴブはカード回し、このアウトローには、アウトローにはじゃあユーノにアウトローを出してあげて、この1体でねエレキをしっかり防衛してですね、相手これはペッカですね。さあ、ペッカに勝てれんのんじゃねって思ううーんかもしれないですけど、僕もペッカなんでね、そこなんですよね、ペッカ対ペッカなんで、まあまあまあ、よいしょ。でどのタイミングでロイジャイとかを出せばいいのかっていうので、あー、これペッカでいいや、これ多分一応ウッドしてあげた方がいいかな、許容しよっか、ウッドもったいないですね。なんで殴れ、早く殴れ、あー、まあまあまあ。でこれペッカ出したから逆サイにロイジェイもありじゃないですか。でやりゴブ出して、これザップってきたらコウモリ出したいけど、あー、まあまあ、エレキがいるんでね、はいはいはい、相手うまいですね。このペッカエレキ、ペッカを使う側からしたら、このペッカエレキの形を作ることめちゃくちゃ大事なんですよね。よいしょ。でもね、あいさっきザップ使ったのでこのコウモリがすごい働きますね。よいしょ。で、このホバリングも許容でいいかな。はい。っていう感じで、ペッカ出すと相手がペッカ出してくるから、その隙にロイジェイで攻めてあげれば、結構いい流れにはなりますね。これな、怖いな。一回待って。これもペッカ出しますね。よいしょ。で、これ逆サイ工場とかで振られたら、まあ、ベビドラやりゴブとかで、まあ、守る、頑張って守る。これさ、普通にペッカの後ろにロイジェイつけたらダメなのかな。さあ、やってみよう。っていうところで、よいしょ。で、これで、相手のタワーとかペッカターゲット取ってるんで、はい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 。そうですね。これでもうロイジェイがタワー落としてくれる。はいはいはい。けど問題が逆サイの防衛ができないんじゃないかっていう、そう、それ。まあ、ペッカでしっかり受けてあげて、これファイヤーボールで。よいしょーん。オッケー。はい。
はい勝ち、はい勝ち。やっぱもうだってこれ圧倒的にネタデッキに見えるんですけど、もうネタじゃないですよね、これはもう本当にネタじゃなくなってしまったロイジェイが。よいしょ、はい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 。であともう150なんでね、ファイアボール圏内なんで、はい、よいしょ、おしまいっていうところで、もう楽々3連勝ですね。マジですごいわ、コンディキがすごいっていうところで、まあまあかな、はいはい、まあまあまあ、まあ、本日はこんな感じかなっていうので、こちらしゅんくんが使ってたデッキでございます。よければね、皆さんも使ってみてください。しかも使いやすいと思うんでね、ウルトラも少なめですし、ノーマル多めなんで、はい、ぜひぜひ使ってみてくださいということで、今回は以上になります。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではバイバイ。